フランク・ウィリアム・ボイキン・シニア、A、フランク・ウィリアム・ボイキン、SR、1885年2月21日から1969年3月12日は、アラバマ州選出会議員。アラバマ州ブラドンスプリングスで生まれたボイキンは、正式な教育を受けていなかったが、勤勉さと忍耐力により、木材とテレビン油の事業で成功した、実業家になった。 第一次世界大戦中、彼はいくつかの造船会社の経営者だった。彼は1924年と1925年のウイスキー裁判で最も著名な被告の一人だった。1935年、ジョン・マクダフィー会議員の裁判官への任命を受けて、ボイキンはモービル第一地区から議会に選出された。1920年代以降、彼は、 どの選挙にも投票していなかったため、自分で票を投じるには14年分の逆投票税を支払わなければならなかった。彼は1936年に再び議席を獲得し、さらに12回再選された。彼は1943年から1947年まで会員特許委員会の議長を務めた。彼は1946年に、 アメリカ合衆国上院の特別選挙で出馬したが、3位で選挙を終えた。ボイキンは、その使命が地区の市民の世話をすることが議員であると考えた。彼の成功により、何百万ドルもの連邦ドルを自分の地区へ導くことができたが、衆議会の代表団の他の、どのメンバーよりもロールコール票を失ったことで知られも、した。ボイキンは、南部の人種差別を支持したが、 彼は投票できなくても黒人の構成員を助けることで評判があった。彼はビル・クリントンの労働長官、アレクシス・ハーマンの父であるアレックス・ハーマンと特に信仰を持っていた。例えば、彼はハーマンに1962年のヒルの論争の的となった選挙期間中、モービルエリアで黒人票をジイ・ J、リスター・ヒル上院議員に送るように進めた。 その選挙での昼の6000秒の勝利のマージンは、主にモービルでの激しい黒人の投票によるものと考えられている。ボイキンは、ブラウン対教育委員会の最高裁判所によって、命じられた、公立学校の分離の反対に反対した1956年のサウスマニフェストの署名者であったため、1957年に、ボイキンは公民権法に反対票を投じた。彼は、 アラバマの議会代表団が1960年の米国国政調査後に9人から8人に削減された時に議席を失った。州議会はどの地区を排除するかについて合意できなかったため9人の現職者全員が異常な州全体の選挙で互いに対立した。8位の候補者は議員になる一方、最下位の候補者は落選した。ボイキンは8位の 第4議会選挙区のケネス・エロバーツの10万票に続いて再会となった。ボイキンは1963年7月に陰謀と利益相反で有罪判決を受け、議会の影響を利用して J ケネス・エドリンに対する郵便詐欺の告発を取り消すことにより陰謀と利益相反罪で有罪判決を受けた。彼は6ヶ月の保護観察を務め罰金を科された。 彼は後にロバート F ケネディ司法長官による要請で1965年にジョンソン大統領から全面的な恩赦を受けた。ボイキンはほぼ56年間、オクロボイキンと結婚していました。彼は頻繁に彼女を騙し、会員で公然と自慢した。彼の息子によると、オクロは夫の多くの不倫についてずっと知っていました。 ボイキンは1969年にワシントン DC で亡くなりましたが、アラバマ州モービルのパインクレスト墓地に埋葬されています。ありがとうございます。